ちょっと金太郎飴で絵を描くっていうことをやってますね。今までにない手法を模索し、答えを追い求める。ブレイク前夜、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。今回の次世代芸術家は、現代美術家長谷川房夫。さまざまな芸術大学を転々とした彼が見つけたオリジナルのアート。僕の絵画っていうのは、一枚で見るものじゃないんです。というのは、金太郎飴っていう個別に作られた絵がそもそもあって、それがこう画面の中で互いに衝突したり融合したりしながら出来上がっていくっていうので、これ自体なんか一つ一つの小さな絵の集合体なんですよね。だから金太郎飴のイメージを作るときに、すでにそれ自身で完結して世界観を作ってるので、こう混ぜこぜにしたときにすごくこう衝突するんですよね。それがすごく面白いなって思ってまして、つまり多分普通の絵画って絵の具っていう色の集まりのこう抽象状態から始まって、だんだん具象に上げていくんだと思うんですよ。でも僕はその具象から抽象に至ろうとしてるんですよね。つまりひまわりっていうものをこう並べてるうちに、ひまわりとして生まれたものがまた色に還元されていくといいますか、そんでその意味をぶらすために、本当に単なる図像として作られる金太郎飴もありますね。抽象から具象に至る絵画を、あえて具象から抽象へ。いや、もう驚きばっかりですし、絵自体のバランスってのがまさに絵画ってもうそういうことをずっと研究してきたので、逆にかっこよくなりすぎてしまうっていうのを拒否するっていう流れが多分今できてるんですよね。アマチュアの世界だとこう絵の具を垂らしてモーターでぐるぐる回して、この垂れた絵の具の形が自然が一番かっこいいんだみたいなのはありますけど、それを言ってしまったら美術はおしまいなんですよ。海を見てこよう、川を見てこようの話になってしまいますから。ですから僕はそういう意味で、手の流れるままに絵の具を飛び散らして偶然性が素晴らしいとかいうことを言ったりするのはちょっと拒否していきたいというか、でも一方で理性的に作っていくだけではどうしようもないから、この金太郎飴って技法も出てきたわけだし、この2つのせめぎ合いですよね。意識と無意識、2つの狭間で揺れる、そんな長谷川房夫のブレイク前夜。美術界の座談会とかよく開かれるんですけど、狭い部屋で同じ考えの人たちだけが集まって理解を深めてるって、あの空間が大嫌いなんですよ。むしろ美術なんて見たくもないような人に見せつけてこそ、なんかアーティスト冥利に尽きるってとこですからね。美を次の世代へ。27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。次週は漆芸彫刻家長久保花子のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。